はい、今から白コロを迎えに行きます。大丈夫かな、心配だね。白の顔は、写真を見て今白コロを思い出して。待って、白見る、うん、入院。あ、そうね、入院、術後服、うん、お腹を隠す服です。トイレできないんじゃない？トイレはね、大丈夫なんだよ。それ紐、多分トイレのところは出るんだ。大丈夫かな、白コロ。ねえ、心配だね。白コロを迎えに行くよ。うん、白コロいない、いない。一日お泊まりやだ。うん、迎え行ったらもう検査とかないの？うん、1週間後にね、抜歯しにね、また病院行くんだよ。手術したから縫ったでしょ、お腹を糸で、うん、その糸はずっとついてんの今も、うん、でそれを1週間後に外すんだって。ママも外した？ママもママも持ってない。あ、ママも逆子で私入院した。ママはなんかね、糸じゃなくてホッチキスみたいな芯でボンボンって止めたの。だからホッチキスみたいな芯を取った。私逆子だったから辛いんだよ手術は。2回も経験したので、四方リミを産んでるのでね、帝王切開で、もう高子だった。辛いんだよ、そう、手術はね、辛いんですよ。ロロでもね、手術した日が一番辛いから、うん、もうちょっと一晩ね、病院で頑張ってね、うん、きっとね、過ごしてくれてるから、ちょっとはね、あれかもしれない。白コロ麻酔とかしたの？うん、そう、麻酔したんだよ。全身麻酔、全部に麻酔かけちゃうの。ママはね、部分麻酔しかしてないから、意識がある中で手術したんだけど、ママお腹のとこだけしか、お腹と下半身しかしなかったから。ええ、だからしーちゃんたちがお腹から出た時はママをって普通にこうやって起きて、あ、生まれたって。痛くないの？痛くない、痛くない、麻酔してるから。でもなんか複雑な気持ちになるのか、変な気持ち。痛くないの？痛くはないんだけど、お腹切れたもずっと目開いてくて。あ、でもさすがに見れないようにはなってるけど、怖い。でも後ろのところはちゃんと全部麻酔しておねんねしてる状態でやる。麻酔取れたらすごい痛いんでしょ？麻酔取れたら痛い。早く白子に迎えに来たい。うん、それですぐこの洋服着せた。うん、でも白のところのお腹見たくない、うん、怖いから。そうだね、あんまね、見ない方がいいかな。リミの服から覗いてるよ。怖いね、白コロ。ね、会えるかな。痛いからさ、会った時もさ、喜ばないかもね。尻尾下がっちゃうかもね。うん、動きたくないとかさ、そういう感じなのかさ、うん、どうなのかよくわかんないよね。状況はね。犬にしかわからないもんね。うん、ママは？ママ？ママはもう忘れちゃったもん。だってもうリミ何歳？ 7 歳でしょ？私10歳。7年前のこと。10年前と7年前の。そうだよ。忘れちゃった。合わせて17年。いや、そういう問題じゃない。合わせなくていいかな。着いたよ。着いた。今コロン加工してたの。早く次男から会いたい。声した？コロンの声した？コロンの声した？本当？違う。違うかな。
配だね。怖いね。白のレントゲンが。本当だ。白のレントゲン。白。あ、来たよ。こんにちは。あららら。初めでよかったですか？はい、このこれ撮ります。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、すいません。元気そうでよかった。歯がないのか。あ、そうそう。話をね、させていただきまして。大丈夫か。二人、犬同士は別々で過ごした方がいいですか、しばらく。そうです。結構、遊んじゃいます。はい、激しく。それだったら、まあ、できるだけ別の方がいいかもしれないですね。はい、あと、お腹のところが、ここがこうなってるので。ちょっとね、なんか怖かった。怖かった。ごめんね。急に。はい、だからちゃんもね、無事頑張りました。結構激しく遊んじゃうみたいなんですけど、別の方が、はい、大丈夫か。確かに寝てる。大丈夫です。でも服着てもらえれば大丈夫です。はい。よし、じゃあこれ取ろうか。はい。これサイズ大丈夫かな。大丈夫かな。ちょっとちっちゃかったかな。白も入るからね。やばい。でも上が紐だから。あ、でも白でかい。白でかいよね。ダメかもしれない。もう一個来るんでしょ。うん。一応夜にもう一個サイズの大きいのが来るので。間違えて小さいの。あの傷口が隠れれば大丈夫なの。はい。なら炎は平気かな。どうしよう。まあ、前足だけひとまずつけといて、はい、腰で縛っておけば傷口は分かる。はい、コロンちょっとここ手入れてみようか。コロンコロンの傷口みたいな。コロンコロン久しぶりだにゃ。普通じゃない普通のチロンだよ。ちゃんと痛み止めが飲めないって言うもらった薬を飲めないと痛い。痛み止めもらえば。感動したな。時間ちょっといいですか、ちょっと質問いいですか。時間は取らせないので、どれかに丸をつけてください。一つ目、私は脳死後および心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。そして二つ目、私は心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。私は臓器を提供しません。1か2を選んだ方、32回選んだ方、心臓も肝臓も腎臓も膵臓も誰かのためになるならば、どっちでもいい、どっちでもいい。誰かの中で生きるなら、君のかけらが
てください。